イブリーイコールルイコールタンプルは、フランス、オードフランス地域圏、オワーズ圏のコミューン。コミューンの名は、ラテン語で、アイアキャカム、ユラヤカム、サイモン・ヘイバーでアイボリー、1237年に、エイパー・アイアキャカム・ジャックスタ・ハニベラム、ミラシー・テンプリー・でイベラヤッコ、フラトレス・オーデニス・ミラシー・テンプリー・でイベラヤッコ・イン、ベルギャシのフラ、 プリセプターデイベラヤッコソンクティヨハネスデジェラサライム、エルオスピトルディイブリール、テンプル、イブリールテンプル、18世紀には、イブリーラコマンドリーとも呼ばれた。イブリーという地名に、タンプルがつくのは、この地に、テンプル騎士団のコマンドリーであるコマンドリード、サンジャックが1200年代に設立されていたからである。テンプル騎士団は1200年代に、イブリーにコマンドリーを所有していた。 テンプル騎士団が解散させられた後、不動産は聖意を跳ね騎士団のコマンドリーとなった。残っているものは何もないが、農場がコマンドリーに建設されていた。1906年に建設された鉄道駅は1933年に創業を停止し、現在は住居として使われている。1902年、イブリーにおいてパリ市がナクルブランシュ、 フランシュとも呼ばれた真珠の工房を開いた。タンプリエ通り65番にこの工房はあったが、1938年に閉めている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複文を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、 2006年以降は NSEE ありがとうございます。